プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは、シーバスララボです。はい、今日はこれ、ラパラさんから出ました、フローターエリート。素晴らしい、ね、このオリジナルフローターシリーズがさ、俺あの結構一番好き で特に好きなのが F18、はい、だけど本当はこのエリートもね18出してほしかった、うん、ですが、まあここからスタートでしょう、はい、いいでしょうそれは。ね、今まで出てきましたいろいろ CD エリートとかシャッドラップエリートとか、ね、エリート勢にこのフローターフローディングミノーが仲間入りということで、はい、まあ、基本スペック見ていきたいんですが、85mm、うん、のレングスで 6.5g、はい、軽いですめっちゃ軽いです、ね、うん、で今日持ってきたタックルがこの、ね、スタッカートの 8.M、 これ結構硬いよね意外とに、まあ、この C3000 番のリールこれ、うん、で1号の P で来てるんですけど、正直ちょっと重たいんよね。重たいじゃない、あのこいつを投げるには硬いというか強い、うん、そう、まあでもこればっかりメインでシーバスにやるわけにいかないんで、まあ、こういう汎用的なもので投げてどうなるかっていうのを見るのが多分大事なのかなと思って、はい、このタックルで来ました。お願いします。はい、まあラパラさんの要はフローティングミノーですよ。なんで、まあ、飛ぶのか飛ばないのかとかそういうところをメインに見ていきたいです。バルサやね。バルサ、あ、そう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 、1個ね、ちょっと気になったんですけど、うん、これフックさ改善されてない？なんか分からんけどさ、今見えやすいようにちょっとなんか思うんやけどさ、今までのフックと違うような気がするよね。太い、しっかりなんか強そう。でもなんか変わっとる気がする。もしかしたらなんか針が脆弱問題がないかもしれない。それやったらもう最高。最高。まあちょっとじゃあ軽く投げていきましょう、はい、6.5g なんで結構軽い。本当はもっと UL とか L とかそういうライトタックルで投げたいルアーかな、はい、まあやってみます。あー、それなりにでも飛ぶか。飛んでないことはないな。うん、6.5g って考えたら飛んでるかもしれん、うん、いいよ。あのこのねラパラのフロー、ラパラのミノを巻き寄るときは俺一番幸せかもしれない。そう、あー、そうね、いいです、いいです、かなり使えます。やっぱ失速、最後の伸びはないね。ない、それはやっぱバルサっぽい感じはする。あとは軽すぎるよねちょっと。そうでね、俺これ、まあ、軽く投げたりしようって気づいたけどさ、やっぱこういうミノ、まあいろいろアクションつけたいと思うよね。ただ巻きもいいけど、まあこうロッドでパンパンってジャークするじゃない。ジャークとかツイッチでもいいわい、うん、ツイッチでもいいし、こうジャークとかするやん、うん、これのなんやろ、ジャークの後、うん、多分これリップがさしっかりあるけんさ、もうピタッと止まってくれる。ブルルピタッブルルピタッあのヒューンって抜けんのよね。グルルピタッ、ほんとピタッていくで。じゃあブリピタドンってこと。そう、ブリピタドン。いくよ、うん、もうビャッ、ほら、このストップすごくない？最後、こう前に積んのむ、こうグッてなって、そう、頭が入って止まるって感じ。もう一回見せて。もう一回行くよ、これでこのストップよ。で、じわーっと浮いてくる。ほら、このストップいいよね。はい、そうなんで、とても楽しみなフローティングミノ、うん、何だっけ、フローターエリート、うん、85mm6.5g、 はい、はい、ちょっとね軽すぎるけん使いどころしんどい時はあるんですけど、動きとかはいい、本当にですね、うん、一級品かもしれん、はい、うん、でこれ結構レンジ入りますだけど、ね、シャローランナー、カゲロウとかホモモとかああいうのと同じ感覚でシャローエリアに持っていくと、やっぱボトムタッチして寝掛かりっていうことがあるかもしれないんで、はい、ちゃんと結構潜る系のミノだよっていうことを念頭に置いていただいて、楽しく使っていただけるといいかもしれません、はい、じゃあ詳しいスイムはこの後後半で、はい、それではスイム映像へいってらっしゃい。